スイス航空のフォッカー界ブ、3メートルフォッカー界7は、1920年代に、オランダのフォッカー及び、フォッカーのアメリカ合衆国子会社である、アトランティックエアクラフト社や多くのメーカーで、ライセンス生産された、旅客機である。単発の限定機、フォッカー界7は1924年に初飛行し、翌年3発の FBE、3メートルが開発された。 三発の発動機を備えることにちなんで、フォッカートライモーターとも呼ばれる。なお、同じ名を持つ、航空機はもう一機種存在し、それはフォードが製作したフォードトライモーターである。1924年、バルター・レーテルの設計で、単発高翼単用の原型機が開発された。アンソニー・フォッカーはエンジンを2機追加して、フォードリライアビリティツアーに出場させ、 その後の生産型の FBE3 メートルバイブ3、三メートル海10は3発の構成が採用された。乗客数8から12の旅客機としてヨーロッパやアメリカ合衆国の航空会社で多く使われた。1920年代後半のアメリカの旅客機の市場で優位に立ち多くの記録飛行に用いられた。またアメリカ陸軍や海軍などで 輸送機として採用された。構造は1920年代における一般的手法で交換フレーム外部に後半、ハフバリ木製主翼であった。1931年に有名なフットボールチームのコーチ、ニュートロックニーの乗った TWA の F10 が事故を起こしたが、その後の調査で木製機の耐久信頼性が疑われるに至り、 ボーイング247やダグラス DC-2 のような近代的な全金属性旅客機登場のきっかけになった。バウアーズ、ピーターエルネスト・マクドウェル、トリプレインズ、エーピクトリアル・ヒストリー・オブ・ザ・ワールズ・トリプレインズマルティプレインズ・ストリート・ポール。 ミネソタ、モーターバックスインターナショナル、1993、ISBN0 から879386142、ダイエリックス、マーク、フォッカー、A、トランゼトランティック・バイオグラフィー、ワシントン、DC、スミソニアン・インスティチューション・プレス、1997、ISBN1 から560987359、フォッカー、エアロ・フェイバリッツ、リリーブド、 2十二センバー2010ありがとうございます。